はい、まあ、自分の中の今回のテーマが、まあ、見せる試合をするっていうことだったんで、まあ、そういったところでの最低限の、まあ、KO で勝つっていうところは、まあ、クリアできてホッとしています。はい、わかりました、ありがとうございます。次の質問です。対戦相手の印象はいかがでしたか？そうですね、本当今回国枝選手にはもうなんだろうな、もう感謝の気持ちでしかないし、本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいで、もう本当にやっぱ向かってみたんですけど、もう本当に男気のあるめちゃくちゃいい選手だったなっていう思ってます。はい、最後倒しきれただけでなく、終始ずっとこう強く圧力かけてかけられてたと思うんですが、その辺あたりいかがでしょうか？あ、僕が圧力かけてたってことですよね。あ、まあ、そうですね。それは自分の、まあ、得意分野なんで、まあ、そこは絶対下がらずに、まあ、圧をかけて、まあ、倒せるところで、まあ、一発で倒そうかなって、はい、思ってました。なんかこういつも以上にっていうのはありました？あ、でも本当にだからその見せる試合っていうのをずっとこの、まあ、対戦相手変わりましたけど、それとは別にもずっと今回の試合は絶対見せる試合して、まあ、会場を沸かす、まあ、本当、まあ、ただ勝つだけじゃなく、まあ、負けても勝ってもそうですけど、やっぱ K1 で生き残れるのってやっぱ、まあ、タケルもそうですけど、まあ、本当に倒してこう勝って、まあ、会場を沸かしたからこそああやって、まあ、注目されるし、まあ、みんなからこうやっぱ人気も出るし、本当にこう地味に勝っても人気も出ないですし、まあ、そういったところで、まあ、自分がこう目指しているところはやっぱり、まあ、スター選手ですし、どんどん、まあ、まあ、かっこいいってみんなにも言われたいし、だからそういった部分でやっぱ KO をどんどん取っていかないといけないなってずっと思ってたんで、まあ、そこは本当、まあ、本当に自分の中でも久々の KO ですけど、まあ、ちょっとやっぱ意識した部分っていうのは今回あったんで、それがドンピシャにはまったなっていうのはあります。はい、じゃあ今日の自分はかっこいい？かっこいいですね。はい、まあ、でもやっぱ KO 勝ちするとかっこいいですよね。はい、はい、かっこいいです。はい、いつもたくさんの応援ありがとうございます。これからも、魅力のある試合、まあ、KO 勝ちをこれからどんどんできるように練習頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。